渋谷の JK100 人に聞いた馬娘化して欲しい競走馬トップ10に対する視聴者の反応集。10位ブラックホーク、9位リードホーユー、8位ジャンボキング、7位キーストン、6位ブロードアピール、5位シャコーグレード、4位エイシンワシントン、3位タケホープ、2位ホワイトストーン、1位エリモジョージ。アンケート開催場所、渋谷パルコ前。 JK とはどんな JK だよ。嘘つけ、渋いな。 J イコールジジイ、K イコール高齢者。悪口と継承で草。継承ではないやろ。ウィンズ渋谷定期。嘘つけ、おさえちジョージが入ってないなんてありえないだろ。最近は渋谷より東京駅の方が JK 多かったりすることあるから偏るのは仕方ないね。ランク天国もこれにはびっくり。なんで渋いメンツなんだよ。光る今井が入ってないなんて幻滅しました。透明や谷の力もありだと思います。ジョッキーで略して JK なんじゃないのか。エイシンワシントンはおかしいだろ。エイシンワシントンはアンケート取った渋谷ではフラワーパーク実装済みなのかよ。名勝負にいた馬やダービー馬が多いからミーハーだな。ジャンボキングが渋すぎるんだわ。的場さんのファンだろ絶対。3位タケホープ、不正室のアイドル、敗成功の仇役として認知された感のある彼ですが、人気薄からクラシック2冠を達成した真の実力者。若い世代にも知られてほしい武士銀の名馬ですね。高2女子。どうも主人公然とした雰囲気のキャラクターを好きになりきれないという私の天の弱な性格もあるかもしれませんが、やはりタケホープですかね。敗成功出るでしょ、ほっといても。高1女子。ステイヤーという言葉が死語になりつつある昨今の競馬において、ファンの郷愁を誘う名馬だと思います。彼のような馬が真の強者だと言えた時代があったのだという証明のためにも、ぜひ馬娘化されてほしいですね。高3女子。困難猛攻に後期高齢者2年目だろ。ホワイトストーン、ここでも勝てない。